えっと、今日はああ昔忍者ブームっていうものがあってねっていうそんな昔話するのもどうかと思うけどそんな昔話をしていきましょうこの番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本映画を見て感じたことなど小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です 鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ今日はお便りです、えー、鈴木先生おはようございますはいおはようございます時代小説と歴史小説の線引きについて教えてくださいふんふん、えー、もし実写版 仮面の忍者かかげのストーリーを小説仕立てにすると歴史小説になりますか時代小説になりますか最初のナレーションで秀吉が出てきますけどどうなのでしょうか個人的には時代ものだと思っていますまあそんなところで、ね、<laughs> えっとまああの歴史小説と時代小説の 切り分けについて言うと、まあ、時代小説が書きたいというのはもうそういう本を書いたので、まあ、そちらを参照にしていただけるといいかなと。えー、と時代小説は、まあ、今の異世界ものと基本考え方は一緒です。現代の日本じゃない別の世界であんなことやこんなことをやるフィクションというのがあ時代小説です。でその別のの別世界というのがあ 現代日本ではない、えー、場所。まあ、基本お、江戸時代の江戸を舞台にすることが多いけれどね。んで、歴史小説というのは、歴史上の事実を元にして、えーと、基本ね、その、おフィクションお。では、フィクションというよりは、あの、歴史小説というのは、 そのなぜその歴史的そのストーリー的にね、えー、なぜそういう行動を取ったのかとかっていうような話をしていくし,していったりだとかあと資料と資料の,あの切れ目ねそういったもの資料に抱えてないことを考えてそして小説という形で埋めていくというのが歴史小説ですでまあ僕はその歴史小説が多いですね えとえー、ただまああのー、最近そこら辺あのー、歴史の史実をつらつら並べるだけの作品が好きっていう方からあのー、お叱りを受けることが非常に多くなったのでえっ、ー、と最近はこれは歴史,史実をもとにしたフィクションですっていう一文を うん、ページの裏に置くようにはし,置くようにはしました。まああのー、そこら辺の境界線の話境界線上の作品もいっぱいあるけどねでもまあ今日話をするのはそのそ,っちそのうちの話じゃなくてさ「仮面の忍者赤影かよ」っていうもうもに僕と同世代だよねこの人ね。 画面の忍者げそうあのそうだよなあの1960年代ぐらいに大流行したその忍者ドラマで、えー、実写版でねんで実写,特撮実写特撮時代小説というやつで「懐集」が出たり「空飛ぶ円盤」が出たり。 あれ不思議でさ空飛ぶ円盤が出てくるんだけど金未経だったかなね。空飛ぶ円盤が出てくるんだけど金白影がこう,もう空飛ぶのに使うのがタコなんだよね,ねでこういうあのその忍者ものっていうのは大正時代の大体終わりぐらいから昭和の40年ぐらい40年代ぐらいまでがこう 結構長く続いたけども、すごい流行したチャンスです。で、まあ、元を正すと、大正時代の達川文庫ってやつね、あそこで出たサルトビサスケっていうのが、まあ、流行りです。まあ、一種のね、チートものというか、スーパーマン者の,の原型だな。で、ね、それから、それがずっと続いていって、子供たちに受けて、 で小説や漫画やあテレビドラマになったとねえっていうふうですあのー、まあ我々の子供子供の頃って言とニージャごっこってよくやったもんだけどね「仮面のニージャ」「赤げとかあ古いなもう本当にさこういう昔話っていうとねえ あの妊婦かもい外ないとかね、うん、これ聞いて,て聞いてる人分かんないよねわかんないわかんないでまあそういう流れがあって、ね、これ70年代だったかな80年代だったかなあのハリウッドでショーコスギがその忍者映画っていうのをハリウッドでやってこれがあの大当たりしてでその 黒装束でこう諜報活動を行うのを忍者っていうのをまあこれまあ,あ英語でもう通じるようになりましたよね。えーまあ、世界的に定着しててまあ,あこう映画見ててもこの忍者じゃあるまいしいとか忍者のようになんていうような表現が時々あのドラマで出てきます。 しかしさえっ、ー、とラジオ年ム書いてないけどさそのおたよりくれたそこのあなたそのお互いさ50年前から時間止まってるよね仮面の忍者掲げてさあれ50年じゃねえな50年前だったら俺,10俺14歳だもの60年前だぜ いやーやっぱさとの、アップバージョンしようよ、お互い。<laughs> もう本当にさ、こう高田淳二が言ったのはさ、年を取ったら60を過ぎたら3つのことは言わ,ないにし言わないことにしよう。自慢話と説教と、そして昔話。で、高田淳二がすごいなと思うのはさ、 意外と自慢話っていうのは自分でわかんないしえー、あの説教っていうのは説教してるつもりじゃないけど説教してることって結構あるただ昔話はさ話の時間軸が過去だからこれは自覚できるよね <laughs> だからお互いさ昔話は <laughs> 昔話は避けような <laughs> <laughs> アップバージョンしようねお互いねこれは自分に向けて言ってますえっと YouTube でお聞きの方スーパーサンクスという投げ銭ができ,よできるようになりましたあの200円から投げ銭できるようになったので、えっと、スーパーサンクスっていうところをクリックすると投げ銭できるのでよろしくこの番組は 小説家鈴木貴一あ間違えた <laughs>、えー、チャンネル登録と通知をオンにしてください、えー、とこの番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか今さら聞けない小説の疑問,疑問といったあーテーマのお便りのほかあ今日のような普通のお便りも募集しています Google フォームで匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてください その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木紀一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩症や横溝折症、大霊物新人症など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube ラジオトーク Apple PodcastSpotifyAmazonMusic などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオそんなところでではではでは。